今日はクリームシチューをご紹介します。肉や野菜などの具材をコンソメスープで煮込んだ後、ホワイトルーをスープで伸ばして作っていきます。ブロッコリーを切っていきます。大きさが大きいものありますね。このようなものはですね、真ん中に入れていただいて裂いていただくと綺麗に切ることができます。今日のように彩りで使う場合にはですね、大体2分程度を目安に茹でていきます。で、茹で上がったらですね、すぐに熱を取るためにですね、氷水などを用意していただくといいと思います。玉ねぎですね、今日は1個使っていきます。3等分ぐらいに包丁を入れていただいてからですね、3等分にして一口サイズに切っていきます。次に人参です。縦に4等分します。ちょっと斜めに包丁していただいて、このように乱切りしていきます。じゃがいもはですね、このように皮を剥いて水につけておきます。色が変わるといけませんので、水にさらしておきます。エリンギはですね、少し歯ごたえがありますので、もう少し小さめに切っていきます。鶏肉を切ります。今日はですね、もも肉を使っていきます。こちらもですね、一口サイズを目安に切っていきます。具材をコンソメスープで煮込んでいきます。砕いたコンソメです。このようにふつふつとした状態を保ちながら、柔らかくなるまで蓋をして煮ていきます。ではホワイトルーを作っていきます。バターを溶かしていきます。バターですね、焦げやすいので、このように溶けてきたら弱火にしてください。そうしましたら、こちらに小麦粉を入れます。で、たまにですね、ちょっとこう火から外しながら、焦がさないように炒めていきます。で、この後ですね、牛乳で伸ばしていくんですが、牛乳が冷たいとですね、うまく混ざりませんので、牛乳をですね、弱火で温めていきます。このようにですね、こうさらっとこう流れるような状態ですね。そうしましたら、一度火を止めて、先ほど温めた牛乳をですね、少しずつ入れて伸ばしていきます。牛乳を温めておいた方がですね、ここで混ぜる時の温度差が少ないので、ダマにならずにですね、うまく混ぜることができます。で、この時ですね、面倒だと思うんですけども、少しずつこのように入れて混ぜて、で、混ざったらまた加えてというのを繰り返していきます。最初にですね、まとめて入れてしまうとうまく混ざりませんので、加えては混ぜて、加えては混ぜてというのを繰り返していきます。はい、これでホワイトルーの完成です。こちらの具材の方を確認していきます。具材に火が通ってるかを確認します。あ、十分に串が刺さりますね。少しですね、スープを入れてですね、またさらに伸ばしていく作業をしていきます。大体ですね、このようにこう、もう塊がない状態になりましたら、最後にこちらに合わせていきます。この後ですね、長時間煮込んでいただく必要はありません。具材がですね、スープで煮ている時にしっかり火が通っていますので、ホワイトルーを伸ばして一緒に合わせた後は煮込む必要はありません。クリームシチューの完成です。具材はお好みのものをお使いください。鶏肉の他にホタテやエビなどのシーフードをお使いいただくのもおすすめです。ぜひお試しください。